インスタのストーリーで次の遠征先を報告するようになった模様。トラウト化しとるやんけ。さ、離れても心は一緒という意思表示やぞ。ジャパン。こいつ急に投稿増えたな。そこは真似せんでいい。これが500万人のフォロワーを要する男のストーリーか。ちょっと最近人間のふりしすぎてたしな。MLB の移籍市場っていつ開幕なん？各球団にアピールやろ。トレードは今からでもいける。ただし7月いっぱいまで。FA 市場はワールドシリーズ閉幕から数日後。リスペクトやぞ。そこまで真似なくていいから。アナハイムとかいう野球マシン製造工場。しかも全然綺麗な景色じゃなくて草。試合前の打撃練習公開したりちょっと変わったな。あれは WBC 限定ちゃうかな。エンゼルスに一途野球ロボットに改造されるってマジ？話すネタがなくなってもう遠征先広告ごとになりかけてるやん。これって本人が更新してんの？アホとレスバとか始めないか心配や。ダルみたいにレスバする大谷とか見たくないで。管理してんの一平やぞ。普段遊ばないし飲まないのにインスタで何報告するねんって感じやしな。飛行機絵文字飛ばしマシーン飛行機窓投稿マシーン。トラウトと結婚するんか？ FA 移籍の匂わせやな。なんで大谷の投げた試合だけ勝てないの？息苦しいからしゃあない。ルークさんが立ちふさがったからしゃあない。トラウトに染まったな。大谷のアナハイムが見れるとか、胸熱やん。WBC 終わったから人間アピール終了やな。